どうも、ゴルフプロの三ツ矢です。いつもありがとうございます。今回はサンドウェッジでいろんなショットで遊んでみようというテーマでお届けしていこうと思います。サンドウェッジでどういうショットが打てるのか、これは皆さんにいろんなショットの種類を伝授していこうと思いますので、ぜひ最後まで見ていただいて、あ、こんな風にサンドウェッジもいろいろボールが打てるんだなということを知っていただくと、可能性がバーッと広がると思いますので、一つ一つ、一個一個覚えてやっていただけるといいかなと思います。私、三ツ矢は4000名の方が通うスクールで普段レッスンさせていただいてます。ありがとうございます。そして、このチャンネルも毎日5時15分にアップロードしてるんですが、待ち構えて見ていただけている方もたくさんいらっしゃるんですね。ありがとうございます。毎日本当に皆さんの大事な時間をね、少し使っていただけて本当に嬉しい気持ちでいっぱいです。ですからこのサンドウェッジのショットを一個一個ね、覚えてやってみましょう。それでは早速いきたいと思います。サンドウェッジ、一番ボールを高く打つことができるクラブなんですが、今から30ヤードぐらいのショットを打ってみようと思います。そして30ヤードのアプローチとなると、まあ、そんなにボールを高く打つことではなくて、例えばフェアウェイであればスピンをかけてボールをトントンと止めるような、こんなショットが一番有効になります。ボールを少し右に寄せて、あまり上げずに少し低めの方が距離感が合いますので、こんなショットが有効です。じゃあもう本当に一本でいろいろできるんで、楽しく遊ぶようにですね、打っていくのがいいかなと思いますが、まず、フェースをちょっと開いてみましょう。フェースを開くと、ボールが上に上がります。上に上がって、ポンと落ちるようなショットが打てます。一般的には、ロブショットと呼ばれたりしますが、まあ、これは少し距離が合わないことがありますね。こんな感じでくぐってしまうとあんまりボールが飛ばなかったりしますが、ただボールを高く上げなきゃいけない、そして止めなきゃいけないとなった時は、クラブフェースを開いた状態で握って打っていくと、今みたいに上がったショットが打てます。じゃあ最初に低いボールを打ちましたが、もっと低いボールが打てるんですね。ボールを右足の方に寄せてダウンブローでボールをヒットします。まあ、よりダウンブローと言った方がいいですね。右足の前ぐらいで、フェースはもう閉じた感じになります。少しフェースも被ったようなイメージになりますので、右に寄せ、少し前に強めのボールが出ます。ですから、思ったよりボールが飛んでしまうことがあります。そして、落ちた後はボールが転がるような、そういうショットになります。少し腕のローテーションも使ってあげると、より低いボールを打つことができます。まあ、このように、そこそこに30ですから、極端に上がるわけじゃありませんが、上がるショットが標準だとすれば、高く打つボール、低く打つボール、まあ、このように、ボールの高さをコントロールすることができます。それも、クラブフェースの開き具合、閉じ具合、ボールの位置、それによって、変えることができます。じゃあその3通りしかないかというと、実はそうではありません。より高いボールを打とうと思えば、よりフェースを開いて大きく振り抜いて、どんどん高く上げて、さらに高いボール打つことができます。そしてそこまで上げるとちょっと距離感が合わないんだけどという方は、やりすぎない、フェースはちょっとだけ開いて、逆にボールは右に寄せちゃう。そうすると、程よく上がって落ちるようなショットが打てます。まあ、このように、クラブフェースの開き具合、ボールの位置、そして振りの幅、これを様々コントロールすることによって、いろんな高さのボールを打つことができます。こんな風にですね、ボールの飛びをいろいろ変えて、遊ぶんですね。こうしなきゃいけない。こういうショットが有効だ。そんなショットは使わないとか、そんなことはですね、あまり考える必要はありません。自分でまずいろいろ試して、フェース開いたらこんな風に上がるんだな。ボールを右に寄せて、フェースは開かないように打ったら低いんだな。よりフェースを開いて、あんまりやると天井当たっちゃうんだよね。危ないのでやりすぎるといけませんが、開いて、
打っていくと高くボールを打つことができる。こんな風にですね、ボールの飛びを少しコントロールして、高さをコントロールですね。距離は今基本的には30ヤードのところにキャリーするように打ってます。もちろん落ちた後のランが違うんですが、それで高さをコントロールすることができます。でこういういろんなショットを打っている中で一番サンドウェッジらしい、アプローチを打ってて気持ちよくボールが飛んでるような、そういうショットはちょっとだけフェースを開いてボールは少しだけ右に寄せて腕の動きはあまり使わずにこのまま打ち抜いていくとふわっとした感じのボールが打てますので、これが比較的ショットとしては気持ちよく飛んでるように感じると思います。おそらく打っててなんとなく気持ちがいい、それが少しだけフェースを開いた状態でボールちょっと右に寄せると気持ちよく打てると思います。まあ、こんな風に自分の好きなショットをいろいろ試すことによって見つけることができると思います。右に寄せてフェースを開いても低くてスピンの効いたボールを打つこともできます。こんな風にさまざまボールの位置、フェースの開き具合、いろいろ試す、振りの幅を変えて試す、こうやって試すことからいろんな発見があって、いろんな球筋が打てるようになりますので、ぜひアプローチショットサンドウェッジを使って30ヤードぐらい、自分の好きな距離で構いません。特別なければ30ヤードでいいと思いますが、ぜひトライしてやってみてください。この一つのクラブに可能性がすごく詰まってますので、皆さんのゴルフの可能性はその何百倍もありますので、それはもう一つ一つやっていくのが楽しみですね。このサンドウェッジ一つ一つ頑張って攻略していきましょう。最後に高評価チャンネル登録よろしくお願いします。では次の動画でお会いしましょう。